皆さんこんにちは。テレビアニメ組長娘と世話係で真白優里の声をやらせていただいております、神谷博史です。さあ、僕が担当する真白優里というキャラクターなんですけれども、どういうキャラクターかというと、たまに出てきてなんか謎めいたことを言う謎の人です。はい、まあ、謎の人なんで、演じる上でこだわっている部分といえば、まあ、ミステリアスな感じをですねが伝わればいいかなと思って、よりこう何考えてるかわからない的な、雰囲気をこう醸し出しながら、ミステリアスな感じで、当たらせていただいております。この作品全体的にこうほんわかした雰囲気の作品みたいですけれども、まあ、僕の役はですね、まあ、そことは一線を画す殺伐としたキャラクターとして、まあ孤立したような感じに見えてますけれども、まあ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 、ゆくゆくはどうなるか分かりませんので、その辺も注目して見ていただければと思います。ということで神谷博史でした。